北千代大,大津のお船祭りは、茨城県北茨城市大津町にある、沢八木神社の春の霊体祭。会場の安全と大量を祈願し5年に一度、行われる。漁船にみこしを乗せての陸上と漁という形態は他に、例がなく、2017年3月に、国の重要向け民族文化財に指定された。沢八木神社の5年に一度の霊体祭で、2日間に、 渡って行われる。初日は、宵い祭りと呼ばれ、港から街中まで御船が陸上渡業する。神社では、夜間暗闇の中で三越に御霊移しの儀が行われる。二日目の本祭りで、三越が神社から街中まで渡業し、御船に乗船。御越を乗せた御船は、港まで陸上渡業する。港で下船した三越は塩こり神事を行った後、 神社に起業する。この祭りは沢八木神社の絵馬に1726年に行ったとある。当初は三船が会場を渡御する祭りだったが、港湾整備などにより渡御していた場所が陸地になってしまい、なるべく祭りの内容を変えないようにした結果、三船を陸上を引き回すという形式になったと考えられている。5年おきに行うようになったのは1975年に、 茨城県指定無形文化財になってからで、それまでは陸上徒居による船の損傷が激しいため、修繕費が捻出できた年だけ行われた。もともとは地元漁師の祭りだったが、現在は日立大津のお船祭り保存会が実施主体となっている。全長約14メートル、全幅約3メートル、重量約7トン。もともとは、 実際に漁に使われている漁船を用いたが、現在は祭り用に造船した木造船を用いている。御船は祭り以外の時期は大津港内にある漁業歴史資料館用ソローに展示されている。三越を乗せた本祭りの際には、新職、モイトリ集、林方など50人ほどが乗り込み、ソロ版と呼ばれる木枠を敷いた上を、 二から三十人が原則に取り付き船を揺らしながら、五百人ほどの引き出が砂で引いて滑走させる。2012年の北茨城市教育委員会の調査によれば、みこを乗せた船が水上を渡御する祭りや、船に似せた車輪のついた出汁を引き回す祭りは全国に302件あるが、漁船をそのまま陸上で引くという祭りは他に例がなかった。ありがとうございます。